はい、どうもこんにちは、けいすけです。今日もちょっと Vlog を撮っていこうと思います。はい、今日はちょっとリムダムの、はい、3人で今度集まって、はい、練習をして、レッスンの撮影をしてという日でございます。はい、で最初にお知らせなんですけれども、9月の25日、はい、名古屋市内でレッスンがあります。はい、お昼の時間帯で12時1時半と、2時3時半ですね。ヒット主体のレッスンと、ちょっとウェーブとかタットとか主体のちょっとアニメーションチックなレッスンと2レッスンになっております。はい、どちらもあと1名で、はい、締め切りますので、ぜひですね、時間が空いてるよという方は参加していただけると嬉しいです。そして、10月はですね、東京で、10日と17日ですね、10と17、はい、どちらも11時から1時まで、はい、2時間のレッスンでございます。はい、でちょっとブガルをちょっと主体とした、はい、レッスンをやろうと思っておりますので、まあ、ヒットとかね、ウェーブとか独学でできるんだけど、全身を大きく動かすのが苦手っていう人はですね、はい、ぜひ参加してみてください。もう本当にそのスタイルのもう基礎の基礎からやっていこうと思いますので、初めてダンスやりますっていう方でも、そのスタイルのもうゼロというか1から、やっていくので、仮にね、そのレッスン中にヒットが打てるようにならなくても、ポップの1スタイルの練習はしっかりとできるようになっておりますので、はい、ぜひ経験者の方でも初心者の方でも、はい、参加していただけると嬉しいです。そして、時間が合わないという方とか、場所的にね、なかなかレッスンに通えないという方は、オンラインスクールございますので、はい、レッスンの様子もそのままお届けしますし、まあ、こういった形でね、別で撮影した、見やすい、ね、短いレッスンの動画も撮影してますし、はい、ポップの基礎ね、もうありとあらゆるものをギュッと詰め込んだ全25校のポップダンス基礎講座というものもあります。1校目ね、概要欄に貼ってありますので、あ、こういう感じで教えてくれるのかというのをちょっと参考にしていただければと思います。はい、お申し込みの URL と、詳細の説明動画の URL も全部概要欄に貼ってありますので、ぜひそちらからご確認ください。はい、ということで、今回はですね、2人にちょっと足の使い方ですねの、まあ、練習方法と、まあ、実践をちょっとやってもらおうかなというふうに思います。結構シュッシュ踊ってて、なんか上半身主体で動いちゃうし、まあ、体のラインってずっと縦のまんまなことが多いので、ちょっとそれをね、斜めにする練習とか、まあ、ちょっと足をきっかけにして、まあ、ちょっと大きく踊るというところをですね、ちょっと今日は挑戦してみてもらえればと思います。はい、でまずね、ちょっと朝一の撮影なのでウォーミングアップしたいんですけれども、はい、ケイスケ流ウォーミングアップ術ということで、まずは踊って体を温めてからストレッチをして、で、ちょっと実際に練習の方を移っていきたいと思います。ということで、まずはウォーミングアップいきます。
ょっと足のストレッチをしながらの、はい、お話になるんですけれども、はい、これからですね、ちょっと足の使い方、はい、やっぱ今踊りを見てても、まだまだその上半身主体というか、しかできていなくて、その、ポップっていうダンスのなんかその独特の足さばきみたいなものが、本当はもうちょっとできるんじゃないかなというふうに、思います。2人はで、特にポップってその難しいのがジャンプとかしないんですよ。ヒップホップみたいになんか、みたいなのもないし、ロッキンとかもクロスハンドの入りとかジャンプできたりするんですけど、ポップってどうしてもそのなんかヒットでちょっと力むっぽい動きが入る、そうじゃない人もいるんですけど、力むっぽい動きが入る都合で結構下に行きがちなんですよね、最初から動きが。だからなんか地面にずっとへばりついてるようなダンスになっちゃうんですよ。そうってなった時に、そのポップ特有の足の使い方を、覚えることで、その他のジャンルには出せないその可動域というか、そんな姿勢ありみたいな。例えばそれがどういう姿勢かっていうと、僕は普段やってるんですけど、靴の裏が地面についてない状態とか、まさにこの姿勢ですよね。こういう足の使い方、ここまでやる必要はないけど、普通だったらなんかめっちゃ大きくこう飛べたりするから、この上下差が自然と出るんだけど、ポップってどうしても自分が下向かない限りは結構ずっと高さが一緒になっちゃうダンスだから、こういう足の一個つき方を覚えるだけで、横移動だったりこう縦運動だったりっていうのが簡単に起こせるようになるんですね。でそれがその足の裏が地面についてない状態をうまく作ることができると、別にこれ横に限らず縦でも一緒、足の裏がついてない、それの代表がウォーク系ですよね。ムーンウォークとか足の裏を地面から外す足のつき方を利用した、はい、でこっちはみんなできるんだけど、こっちが苦手、ということで、縦も含めて2人には3種類の練習をやってもらおうと思います。こういう練習するといいよ、こういう練習するといいよ、こういう練習するといいよみたいな、はい、この3つをやってもらって、それをちょっと実践というか実際即興で形に移していくという作業をやっていこうと思います。で具体的にどんな練習を、するかというか、練習の、風景みたいなのはちょっとオンラインスクールの方でしか公開しないので、はい、YouTube ですね、実際にそうやって足を使って大きく動こうとしている、そういう足の動きを一切使ってない状態と、積極的にそういった足の使い方をしている時で、その踊りがどう、違って見えるかっていうところはちょっと参考にしてもらえればと思います。はい、オンラインスクール生はね、ちょっとこの後の、カットされるシーンをオンラインスクールでしっかり確認して、靴履いた状態で練習してもらえれば嬉しいです。はい、ということで、練習の方に移っていきます。
ということで、難しかったですね。はい、難しいことを教えました。はい、普通多分、まあ、3ヶ月は頑張ってください。で、ちょっとね、2人の踊り見せてちょっと怖いなと思ったのが、足のつき方って、まあ、内 OK、 かかと OK、 つま先 OK、 これダメ、絶対ダメ。なんかあった時にこっちって体が逃げれないのね。こうなってもこっちの足が耐えてくれるんだけど、だから結構無茶な入れ方してもこうすぐ逃げれるのよ。でもこれで倒しちゃうと結構危ないので、そうなので基本的に今、まあ、多分俺も行く時はあるんだけど、くれぐれも内内かか妻内かか妻かか内内かか妻妻内かか妻みたいな感じで外には絶対行かないでください。皆さんも気をつけましょうということで、それを意識してもう一回やっておしまいです。はい、足のストレッチちゃんとやって長時間練習しないとね。はい、ということで今回の動画はこれでおしまいにしたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。